どうもこんにちは、春季ビーシュンのシュンです。モンスターストライクパート65やっていきたいと思います。今回はまあね、オーブ2個しかないのでガチャをするのではなくガチャしないパート3回目かな。イベントのイベントクエストのこのね、あの妖怪ウォッチプニプニコラボのこのフグティ姫のね、コラボイベントをねやろうと思います。で給食にします。できますかねとかね、いやー厳しいかもしれんぞとかね、ボーナーとかでも、まあとりあえず給食でやろっか一回ね。よし、それではねやっていきましょう。いやーもうモンストもねパート65なんですよね。そうなんですよね。で忘れされたガチャとビットアームを無事復活して今18を動かしますので次19って感じですね。で、おお、だいぶ危なかったな、危ないですけど、なんやと、スピードアップしたんで、正直。当たって、左上当たってよ、当たらない。左上当たってください。ねえ、当たってよ、とか。当たってくださいよ、とか言って。ザ・バトル2 S ランクまであと3分45秒。はい。50、100ヒットぴったり、エクセレント。どうしよっか。はい。セーフ。やめてよ。スピードアップ。よし。一体残った。ミーキーウェイ。はい。はい、やったー。バトル3。Sランクまで、あと2分57秒です。ドラインを押して、あ、失敗したか。やってもうたか。いけー。ちょっとやめてください。いけー。うわぁ、体力回復した。よし。おーし、取れたよ。はい、ヨーカード。はい、よし、出したよ。バトル3できた。イェーイ。はい、バトル4。さあ、あと1分56秒です。S ランクまでね。 3J 機、いやー嘘だと言ってよ。あっ、うっ、はい、体力が減っていく。あっ、ちょっとえ、嘘。うわー、ドラえもんを、こうして。あっ、当たったらあかんかった。エクセレント。プシュ。はい、プシュがない。うわー。あら。いや、いいや、もういいや。よし。
よーしよしよしよし、いけー、エクセレント、よーし、スピードアップ、クリティカルフィット、よーし、バトルフォークリア、バトル5、38秒。エスランクは無理ですね。ごめんなさい。いや、使っちゃおうか。フライアイクショート。じゃあね、使っときましょうか。フライアイクショート。おお、さらに、おお、100万ダメージ、ちょっと待って、118万ダメージ。これは、ね、よし。あと、ワンバトル。ネクストバトル6。6ですね。あ、もう S ランクは無理やと。わかりました、わかりました。いいかな。あ、抜けだけだ。よしよし。あー、おー、なー、なったね。27万ダメージ。はい、わー、はいはい。よし、はい。どーじゃーん。体力 HP あと半分、スピードクリアあと8ターン。フラーエクセット。オッケー。あー、当たらん、ドラえもん。当たって。72万ダメージ。よーし、よーし、倒しました。倒しました、倒しました。ステージクリア。エランク、チャン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 、これで武器品を獲得、プラス掛け算がありました。はい、お、あ、レベル2になりましたね。モンタナガシャがレベル上がりました。2になりましたね。さやなぁ。レベル5まで貯めたいけど、5まで来たいけど、29、ちょ、あー、14×300。14×300。4200。4200やな。4200ポイント。あ、でも、4200だったらダメやな。5700ポイントぐらいやな。だから、とりあえず、レベル4かレベル3ね、目指して頑張りたいと思います。モンタナガチャは。でね。今だよ、受け取りまして。ではね。パート65、これで終わりたいと思います。チャンネル登録とツイッターのフォローをぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。